エクアドル軍は、エクアドルの軍隊である。2007年時点で、総員5万6500人、予備役11万8000人。エクアドル大統領の指揮の下、国防大臣を通じて、文民統制を受ける。国防省参加の陸海空の3軍がある。徴兵制を採用しており、成人男子は18歳以降に12ヶ月間服務する。国軍は大統領を最高司令官とし、 国防戦略の意思決定機関として、閣僚、三軍の参謀総長、国会議長及び最高裁判官が出席する国家安全保障会議があり、国防省参加の国軍合同司令部のもとで調整運用される。陸軍は四個師団を機関に約4万7千人が所属し、その他の部隊、機関からなる。西側諸国製兵器が多い。 フエゼス・アーマダス・デル・エクアドル、チェントロ・イストリコ、北海軍は2隻の潜水艦と2隻のフリゲートを中心に紹介艇などの艦艇を有している。国内を3つの海軍管区に区分し、内陸のアマゾン川など内水河川の防衛警備も担当している。この他にヘリコプターを主力とする海軍航空隊や約1700人規模の海兵隊及び1980年に 創設された小規模な沿岸警備隊がある。また、経営人の人事刷新により、国営石油企業であるペトロエクアドルの運営にも関わっている。空軍は4個の航空団と、その他の部隊、機関からなる。通常の軍務のみならず、民間航空行政や航空関連の企業活動も行っている。 エクアドル軍は以下の国際活動に参加した実績がある。ありがとうございます。